はい、どうも、ラフェです。お願いします。はい、本日は、ロンティーでホームランを狙っていきまーす。打てるんですか？打てないです。まあ、ただ、挑戦する分はただですから。僕でも打てるのか、最悪どこまで飛ばせるのかでもいいのかなと。でもまあ、とりあえず、レフトは90メートル。90あるんですけど、はい、今回は一塁線から、レフトに向かって、はい、柵越えを打ってもらう感じで、まあ、センター返しってことですよね、イメージ的に。そう線上にこうやって立って、そう、打ってもらいます。はい、意気込みは？意気込みは、まあ、とりあえず今までで一番遠くに飛ばせればいいかなと。その帽子は？翔平 TV 帽子です。そのバットは？草野球始めた時に特価になってたので買ったバットです。そのバッティング手袋は？バッティング Z です。その変な右手のなんかカラフルなやつは、曲げ旅です。そのスパイクは？ GS スパイクです。その顔は？いいだろ、もう投げって。ここ遅いね。遅くねえだろ、別に。寒いんですけど、振ってけば暖かくなると思うんで、まあ冬のいい練習にもなるのかなと。ちなみに身長体重教えて。身長が 169.5 の体重が 54.23 ぐらいだと思う。その体型で柵越え打てるかどうか。そうですね。はい、やっていきたいと思います。それではやっていきましょう。ゴー。やべマジで腰痛い。どうしよう。おすごい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 、捕まえるよ。へおお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 、レガシーすごい。ヨヘイ、飛ばせ、上だ。あやばい。ヨヘイ、バッてすごいな。惜しい。大丈夫、大丈夫。ごめんね。よし。おー笑顔を超えるか。いってよ。おおおこれはおお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 おじゃあちょっと詰まったか。しかしワンバンぐらい、おお、ツーバンぐらい、もうちょっとだ。おっ、もうちょっとだ。おっ、これいったんじゃん。これいったかもしんない。マジいった。いやー、どうやらかかってんだ。今でもよかったよ。おっおお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 
いつの間に、まあ、さらっと話してたよ。だってよ、みんな、あの僕もボーイズの取材とか行ってバッティングしてたんですけど、竹だ、竹、そう、右手握力だけだけぐらいしびれちゃったんで、まあ、そういう下手なだけ、下手なだけ、痛いのは痛いですけど、下手なだけ、高校の時からやっぱり痛かったんで、ずっとそんな方々にこちらをプレゼントいたします。何これ何これ、あの、衝撃球種。ああ、僕もなんか高校の時に他のメーカーので、まあ、竹バットだったり冬の練習で使ってたんですけど、親指につけてやると、あの衝撃が少しは吸収されるという。マジで、プロ野球選手なんかも吉田正尚選手がつけてたかな。え、あ、この間スポーツ王で石橋さんがつけてました、はい、そういったあの竹バット使ったりだとか、まあ、金属でも痛いときは痛いので、こちらを学生さんかな、2名の方にプレゼントしたいと思います。これ色的に黒だから使えるんですよね、学生でも。なんで、まあ、もちろん試合だとちょっと違和感あるなっていうんだったら、練習でどんどん打つときに使っていただいてもといったようなところで、まあ、学生さん2名にプレゼントさせていただきます。すごい、良平からの初プレゼント。まあちょっとまだ口なんで、でもね、金額じゃないから。まあそうですね、うん、気持ちだから、ぜひちょっと、まあそのうちでけえの待っとけって感じ。いや、両平の家にあるグローブでいい。あ、そうっすね。なんか1個ぐらい、1個ぐらいで作ろう。自分でかい方だと思うんだけど、うん、でもまあそれもまあ一応企画してるもんね。まあまあまあ、何かっていうのはまだ発表してないですけど、はい、絶対どっかで暴れてやろうかなとは思ってるので、応募方法がチャンネル登録と僕のインスタの、これあげるので、インスタの投稿ね、にこれ関係の投稿するから、はい、そのコメント、そこにコメント、はい、で、期間はまあ気まぐれで気まぐれって分かりづらで、また動画で発表と、はい、まあそのインスタでもまあ、そうですね、発表ね、当選者この方です、はい、と。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。ありがとうございました。はい。プリントするグローブはこれプラスこちら。見ましたね。はい。これ、はい。Z プロステの源田選手モデルのこのバスケットウェブのグローブ。何種類です。基本的にチャンネル登録と、はい、僕らのインスタフォローは必須ということで、超平TVの、チャンネル登録者が8000人突破した。プラス、モンダナさんの、インスタを貼ってますので、フォロワー数が3000人突破したらプレゼント企画を開始と。プレゼント企画のお知らせです。チャンネル登録8000人達成で、源田モデル軟式内野仕様をプレゼント。熱いコメントをしてください。8000人達成次第、抽選開始、たくさんのご応募をお待ちしております。そして、翔平TV イベントも開催しておりますので、こちらもチェックしてみてください。翔平TV にやってほしい企画があれば、ぜひともコメントをよろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。本日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価、よろしくお願いします。それでは、翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様、チャンネル登録はお済みでしょうか。チャンネル登録1万人まであとちょっと、頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。切るのさ、磨き抜いた切れ玉。